はいどうも、キャプテンです。サムネイルでちょっとわかると思うんですけど、あれがここに入ってます。なんでここにあるかというと、ちょうど、このシューズを、まあ、購入するために行ったところで出会った方に、まあ、そこでちょっとお話をしてて、でそこで私 YouTube 底辺 YouTuber やってるんですよっていうお話をしたら、ちょうどその方、まあゲットされたらしくて、でどうぞこれ開封動画とレビューしてくださいっていう風に言ってくださったので、ちょっとそれをここに借りてあります。なのでちょっと開封とレビューをしたいなと思ってます。ちょっとこれシューズなのに、ここ割れ物注意って、取り扱い注意割れ物って書いてあるんですけど、シューズなのになんでなんですかね。ちょっとではちょっと、これまだ未開封なんで、ちょっと開けていきたいと思います。さあ、では開けます。ちょっと箱に名前が書いてあるので、ちょっと隠します。貸し出していただいた方からちょっと名前はちょっとっていうことだったので、ちょっと隠します。はい、こんな感じです。箱に入ってるんですね。箱にだから割れ物注意って書いてありました。じゃあちょっと出していきましょうか。箱です。なんとこんな箱に入ってます。中身はちょっと開けてみましょうか。こんな感じで入ってます。じゃあちょっと一個ずつ取り出していきます。これですね。軽い、た感じめちゃくちゃ軽い。2足、はい、1足ナイキ、ズーム、ベイパーフライ、フライプリントランニング、原産国韓国、高合成繊維、底合成底。こっちの普通のベイパーフライ、フライニットをちょっと比べていきたいなと思います。じゃあこのベイパーフライフライニットとベイパーフライ、エリートフライプリント、ちょっと重さ測っていこうかなと思います。まずはで、まずベイパーフライフライニットから、これが、188g ですね。では次にこちらベイパーフライエリートフライプリント、これ持った感じ軽いっすね。ちょっと157g、 これで 30g ぐらい違うってことですね。これでも相当軽量なのに、さらにこっちの方が 30g も軽い。これすごいっすね。ちょっといろいろ比べていってみましょうか。まずちょっとソールの形状、一応まあペーパーフライで同じような感じなんですけど、もうかかとの部分がこうかなり上にせり上がってますね。見てみると明らかに厚さが違います。こんな感じです。こんな感じで違います。ソールを
重ね合わせてみると、どうなんだろう、同じなのかな、若干こっちのエリートの方がこうタイトめに作ってあるような感じがしますね。でアウトソールはどうなんだろう、ゴム同じような素材なのかな、ちょっとこっちの方がなんかツルツルしますね。まあ新品だからかもしれないんですけど、でやっぱフライニットの方はここら辺にアウトソールちょっと固めの材がこう使われてるんですけど、これはもうかかとはもう何もないですね。ここだけにこうアウトソール補強が入ってます。で若干この辺がくぼんでますね。で、このソールの厚さがものすごいですよね。ソールの厚さがものすごいです。比べてみると全然違いますね。このベーパーフライ、フライニットもかなり厚底のシューズっていう風になってるんですけど、さらにその上を見てます、こんな感じです。全然違いますよね。でも持った感じも全然こっちの方がめちゃくちゃ軽いですね。これが 3D の技術で作られたアッパーなんですね。アッパー部分の素材がこれフライプリントっていうので 3D プリンターで作ってるみたいなんで、もう全然伸びないですね。フライニットはもうすごい伸縮性があって伸びたりするんですけど、全然伸びないですね。でソールもなんか違うのかな、若干なんかこのかかとの部分が2層に分かれてつなぎ目がこうあるんですけど、ついてるんですかね、2層。ここにカーボンプレートが入っているのかもしれないです。で終端に当たる部分はニット素材で伸縮性がありますね。あとは全部 3D プリンターで作られてるみたいな感じです。ソールがものすごい柔らかいですね。ああ硬いですね、これ。なんかすごいしっかりしてます、ね、あんまりちょっと引っ張るの怖いんですけど、普通のベーパーフライ。これも相当すごいシューズなんですけど、これさらに上を行く感じですかね。まあちょっととりあえずこんな感じです。履いて走ってないので何とも本当に今のところ言えないんですけど、持った感じはものすごく軽くて、アッパーの素材はフライニットと比べてすごいがっちりしてますね。伸縮性がないみたいです。一応このシューズの売りとしてはもうこのアッパーに水分が何も入ってないのでこの軽量になったみたいですね。でこのフライプリントで、作られたことによって交差する部分が摩擦によってすごく、伸びないみたいですね。このナイキのマークもこうアッ
網網で作ってある感じがします。いやーこれなんかもう見た感じすごいシューズですね。ゲットするにも結構な資格がいるみたいで、買えない人も大勢いました。まあとりあえずこのぐらいで以上、キャプテンでした。じゃあまたお楽しみ動画を。